こんにちは、彩りです。今回はお花を刺す時のバランスの取り方について質問いただいたので、バランスを取るための2つのポイントをお話しします。明確なデザインがある時などには当てはまらないので、迷ってしまった時の参考にしてみてください。それでは早速一つ目のポイントから。一つ目のポイントは、目立つものから入れるです。バランスを取りやすくするには入れる順番も大事です。目立つものとは、大きいお花や色の濃いお花です。小さいお花や色の薄いものから入れてしまうと、印象の強いお花が思うところに入らず、バランスを取るのが難しくなります。最初に目立つものを入れておくと、イメージがつかみやすく、色の薄いお花や細かいものは調整が効くので、バランスが取りやすくなります。実際のお花で見てみましょう。お花がたくさん並んでいると迷ってしまいますが、まずは目立つお花から見つけていきましょう。大きいお花と色の濃いお花を選びました。次に目立たせたい小花をチェックしていきます。小花の中でも色が濃いものなど目立つものをチェックしておきます。続いて葉っぱも大きいものなど目立つものをチェックしていきます。細かいものは隙間などに刺せるので、最後の方に刺していきます。こんな感じで目立つお花を決めて、刺す順番をイメージしておきます。実際に入れる順番でどのように違うか見てみましょう。まずは目立つお花ではなく、小さいお花などから入れていった場合を見てみましょう。小花から刺していくと、ホームが広々と使えるので、中央付近にたくさん刺してしまうことが多いです。小花が先に入っていると、大きいお花を入れられるところがだいぶ限られてきます。場所がないので、刺したいところというよりは刺せるところに刺していきます。小花の間の空間も、こちらの花が入るほど広くはないので、空いているところを見つけて刺します。こんな感じで空いているところを見つけて刺していくので、バランスを取るのがとても難しいです。次に目立つお花から入れていきます。先ほどの小さいお花を3本入れた時よりも、目立つお花を3本入れた方が、全体のイメージが早くつかめて、バランスが取りやすくなります。最初の目立つお花を入れたら、次は小花の中で目立つ色を入れていきます。大きく使いたいものや目立たせたいものなどから入れていきます。葉っぱも同じく大きいものや目立つものから入れていきます。こんな感じで目立つものから入れていくと、細かいものは後から刺せるので、バランスが取りやすいです。比べてみるとこんな感じです。同じ材料でも
入れる順番でバランスの取りやすさがだいぶ変わってきます。迷った時は目立つお花から入れてみてください。それでは続いてポイントの2つ目です。2つ目のポイントは左右で重さを感じるです。ここで言う重さとは実際の重さではなく見た目の重さです。先ほどの目立つお花と同じく大きいお花や色の濃いお花など印象の強いお花の方に重さを感じます。お花の重さを意識したら次は左右で考えます。アレンジメントを作るときに一つの塊で考えてしまうと難しいので中心から左右に分けて考えます。この時に見た目の重さを意識して左右に偏りがないように作っていきます。こちらは聖火チャンネルでもお話ししているので他のお花で見たい方はこちらもご覧ください。それでは実際に左右の重さでどのように違うか見ていきましょう。まずは重さを意識しないで作ってみます。お花は一つ目のポイント、目立つお花から入れています。先ほどと同じく3本を入れていきます。中心から左右の重さを意識していないので右側に重さを感じますね。他のお花も入れてみましょう。このまま左右を気にせずにお花を増やしていきます。中心で分けた時に左右の雰囲気がだいぶ違いますね。このように重さを意識しないで作り進めるとバランスを取るのがとても難しいです。続いて左右の重さを意識しながら作っていきます。今回は目立つお花が3本なので中心の線を意識しながら大きく外れないように入れていきます。目立つ色の小花を入れます。もう一本入れます。こちらに入れると中心で分けた時に左に偏りを感じるので固めて入れてあげるか反対側に入れると落ち着きます。今回は右側に入れます。続いてこちら中心で分けた時に右側に黄色がいるので反対側に入れました。次は右側に高さを出して調整します。右側の方が賑やかなので左側に葉っぱを入れます。こんな感じで左右で分けて重さを感じていくとバランスが取りやすいです。比べてみるとこんな感じです。全体で考えずに中心から左右で考えるとバランスが取りやすくなります。迷ったら中心から左右に分けてお花の量や色に偏りがないかチェックしてみてください。それでは今回のまとめです。ポイントの一つ目は目立つものから入れる、二つ目は左右で重さを感じるでした。バランスの取り方に悩んでしまった時は参考にしてみてください。それでは
今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。